こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。今日はガンビアからセネガルの国境を越え空港に行きます。そしてカーボベルデという大移動です。セネガルの国境で大変な思いをしました。そしてカーボベルデでも。ガンビアは英語、セネガルはフランス語、そしてカーボベルデはポルトガル語です。臆せずフレンドリーにリスペクトを胸にアフリカを旅しています。それではどうぞ。11月19日ガンビアのジナックロッジの朝です。9時に国境で待ち合わせるという約束をしています。入国審査の時間を考えると7時半には出ます。来ないとわからない、バイクしか交通手段がない宿でした。でも特別な体験となりました。この時間帯は潮が引いていて、とても走りやすい道路状態になっています。渡し船のところに来ました。ただ板を浮かべただけのものです。バンラの町です。セネガル航空の予定変更がなければフェリーで対岸に渡る予定でした。宿の主人に国境までの車のところに案内してもらいます。宿の主人に国境での次の車に連絡してもらいます。これで大丈夫でしょう。車はベンツで専用車です。500ダラシです。ガンビア出国、セネガル入国審査と問題なく進み、9時前にはセネガルに入りましたが、いません。いつものことでしょうか。9時半まで待ってみましょう。9時20分に来ました。そんなものです。来てくれるだけありがたいです。これで空港までの足はなんとかなりました。この方はトゥーバクタで泊まった宿のご主人です。トゥーバクタで別れます。車は専用車で快適です。7万フランです。空港の標識が見えてきました。国境から約4時間で到着しました。今1時半です。セネガル航空のスケジュール変更で今日の出発になったのですが、予約変更とか
大変でした。飛行機の出発は5時35分なので時間はあります。ところでサンティアゴ島のプライア直行便のはずがボアビスタ島のサル経由になっています。予定から約1時間遅れで出発です。宿に連絡したいのですがこの時点ではどうしようもありません。21時43分プライアの空港に着きました。やれやれです。カーボベルデは一体どのような国なのでしょうか。カーボベルデ入国にビザが必要です。空港で手続きできるのですが時間がかかります。宿に迎えを依頼していたのですがいません。それはそうでしょう。はじめの到着予定時間から3時間も遅れています。空港から近いので宿にタクシーで向かいます。ところが宿に明かりはなく誰もいそうにありません。仕方ないので別のホテルに行こうとしたら帰ってきました。本当にやれやれです。部屋はアパートの一室のようで全てが揃っています。ビールだけ用意してもらいました。ビールを飲んでおやすみなさい。いかがでしたか。大移動でしたがなんとかなりました。明日はプライアの街を歩きます。ご視聴ありがとうございました。